あ、運ばれてきた。うわ、ちっちゃいな、子供やな、あれ。これは悲しいな。でもあの、ヒンドゥー教の人は生まれ変わりを信じてるから決して泣かないって言ってるけど、そりゃ泣くよな。同じ人間なんやもんな。 After death, what do you do? Going to heaven. Yeah. But how? How? I don't know. I can't explain. So that is our way.はい、まめです。現在ネパールカトマンズパシュパティナートに来てます。でここどんなとこかって言ったら、ネパールって人よりも神様が多い町って呼ばれてるぐらい宗教色がめちゃくちゃ強い町で、でネパールの宗教はインドと一緒でヒンドゥー教が多宗教であり、全人口の 81% がヒンドゥー教らしい。ネパールとインドもほぼ一緒やねん。もう俺らも世界中旅してるやんか。で何十カ国行ってるけど、正直宗教が同じ地域は似てる。何やねん。え、ちょっと急に切れたら面白いかな。ネパールもインドもめっちゃ似てんねんけど、国民性はちょっと全然違う。ネパールの方が穏やか、余裕で。ここはネパールの聖地、ガンジス川行ったやんか、バラナシので、火葬場あったやん。あの火葬場はネパールのここで行われてます。焼いて川に流す工程は一緒やねんけど、こっちの川はまた違う川ではあるんやけど、ガンジス川の支流にあたってここで流されるのもガンジス川で流されるのも同じやから、ネパール中からここで焼かれて流されるっていうのを夢見て来てる人が多いらしいです。インドからもここのお寺で祀られてるのがシバ、シバが祀られてるから、インドから来たりはるばる、そういう風に神聖とされてる神社なんで、まあ、入場料とかかかんねんけど、絶対ふざけないようにしっかりあのレビューしたいなと思います。ふざけないで行く前に格好がふざけてるけどね。これも前回の動画見てくれたら分かるねんけど、ヒッピーやから後ろにもヒッピーのやつ神聖な場所行かんしょ、お前の後ろにもあのよくなおる、ガンジス川にカメラ向けたら切れてくる人たち。あれ、いつ入場料払うんやろこれ。パシパティナート、あ、裸足で来てる人も、あ、裸足の人が多いな。これ裸足じゃないか、なんか。裸足？え？これ何なん？いいの？俺ら入って。千ルピー。あまりにも自然すぎて、すごいね、日本語上手だね。あまり高くないでしょ。うん、ちょっとだけ高い気もするけど、ありがとう。なんでみんな裸足なの？じゃあ大丈夫。あ、なるほど。あ、お寺入るんやったら靴脱がなあかんけど、入られへんから俺らヒンドゥー教徒じゃないから。このおじさんはチケット売り場に来たかもそうな日本人をガイドする人。おっちゃん、お金取る？ちょっとわかる。こんな笑顔なお金取る人おる？If you take a Japanese speaking guide, I can provide you Japanese speaking guide. いくらかかる？いくら？You make the price. 入場料なんでうちら払ったの？これ行ったの？これいるの？いる？いるらしい。もう出てる、戻ってるけどな。まあこういうの気をつけながらや。説得力な。犬、人、すごい光景。あのひしひしと湧き出てる、来る生命力の、うん、なあ、ガンジス川のあのバラナシ行った時と全く同じ感じやわ。このカオスっていう一言で片付けられへんようなこの感じ。もういろいろな人たちの生、生きるっていう字の生と、あともう死が一番近い場所やねんこれ。でヒンドゥー教の人は心の底から生まれ変わりを信じてて、悲しまないと、人が死んだとしても。なぜなら川に流してまた魂が人間に戻って生まれ変わって車輪のようにぐるぐる回ってるっていうのを心から信じてるらしい。だから悲しあれ、おっちゃんどこ行った？これ芝やな、芝神。しばしあのインドの時も言ったけど、最強の神様や。めちゃくちゃ性欲強かったらしい。これガチ、これ冗談じゃなくて。バンペット一緒だ。うん。ハロー、何これ。ナマステ。何ぼ払わなあかんと思う？100? 100? まあな、これはな、インドでもされたからな。50でいい。ナマステ。一個言っていい？ほんまに嫌な言い方したくないけど、バリ臭いな、皮。もうかもられました。もう大丈夫、オーレディかもられ。もうこれ以上はかもられたくない。1000円、100ルピー。
もういっぱいかもられた。すごいことなってる僕の体は。うわうすげえ、牛があんなところで3頭も。しかもそこに薪あるやん。あそこに薪があるってことはもうあそこが火葬場なんやろな。この川がバクマティ川、ネパールの首都カトマンズとパタンを南北に隔てる川。インドのビハール州を経由しガンジス川に合流するらしい。で、あの火葬場のところで1日だいたい80から90体を火葬するらしい。で、ヒンドゥー教の人たちがなんで火葬するか、亡くなってからどういう工程で焼かれて流されるかやねんけど、ほとんどのお葬式は自宅で行われるらしい。亡くなってから2、3日かなり早い段階でここに持ってきて焼かれて流されるって。なんでかって言ったらやっぱり暑い国やし、その腐敗っていうのを抑えるために早めに持って行ってやるらしい。で、お葬式ではお坊さんっていうんかな、僧侶がマントラって呼ばれる心を落ち着かせるための短い言葉を話すらしい。ちなみに火葬、あのガンジス川の火葬ともう一個水葬っていうのがあるらしくて、これは何かって言ったら、まあ薪代を払われへんようなお金がない人たち、あとは子供と、あとすごいびっくりするのが蛇に噛まれて亡くなったっていう死因やったら水葬されるらしい。焼かずにそのまま川に流す。火葬場までは担架みたいなので近親者、一番近い家族の人たちが運びに来ます。で、運んだらお花、オレンジ色のお花で身を包んで、聖なる川、インドやったらガンジス川で、このネパールカトマンズやったらこの川バグマティ川の水で洗って清めて、そこでお祈りをして火をつけて燃やす。で、燃やしたら 2、3 時間ぐらいで灰になるらしくて、その灰になったものを川に流すっていう工程で行われます。っていうのを今実際にやってるところがあるので見てこようか。まあ、インドとちょっと違った部分があるかもしれない。あ、で、あそこすごい見物客がおるから、多分あそこでもうなんか行われてるんやと思う。行ってみよう。あ、今まさにや、今まさに多分ご遺体を運んできて川で洗ってんねん。これガンジス川でも見たよな。で、焼く前に聖なる川で清めてる。で、これを清めることによって、もう焼く前の儀式が終わると。こっちは上流の方やねん。で、さっき映したのが下流の方。カーストとかお金持ち、要は身分の高い人はこの上流から燃やして流されるらしい。で、身分の低い人は下の方の川にで燃やして流されるらしい。もう見えてるやんな。めっちゃ匂いするな、ここ。ちょっとガンジス川よりも臭いな。で、川には多分アメンボみたいな、アメンボかなんか有毒ガスがかな、なんか泡がプクプクしてるのよ。あそこの赤いの怖ない？違う、 あのタンカーとかさ、あ、血じゃない？タンカーすごいな、あれ。現在ネパールはヒンドゥー教の影響がかなりあるから、カースト制度があって、あ、バルナと呼ばれてます。バルナは司祭のブラーミン、武将のチェトリ、商人バイシャ、底辺にシュードラっていう4つの階層がある。で、これはネパールの、カースト制度で、このシュードラっていう4つ目のやつがダリットや不可植民で、もう本当に人として扱われてない。で、このカースト制度はインドの時と一緒で、他のカーストの人と結婚するとするやんか。じゃあその下のカーストの人に合わせてそのカーストが下がっていくと。ものすごい今の時代にそぐわない考え方がまだまだ残ってる地域です。あ、運ばれてきた。うわ、ちっちゃいな、子供やな、あれ。これは悲しいな。だいぶちっちゃいで、ほら、本当だ、だいぶちっちゃい。うわ、ヒンドゥー教の人は生まれ変わりを信じてるから決して泣かないって言ってるけど、やっぱ号泣してるわ、どう見ても。いくらさ本とか文献ではさ泣かない悲しまないって言ってるけどさ、そんなわけないやんって思っちゃうやん、うん、しかも包丁持ってる人何なのあれ。うわ、すごい泣いてはる。そら泣くよな、同じ人間なんやもんな。燃やす、うん、気ぃつけはるわ。あ、めっちゃ泣いてる。家族かな。これはすごいな、衝撃やな。何回見ても感じるものあるな。It's our tradition. In my point of view, I think it's the best way how
after death, dead body, that turn into energy, like smoke come from that and that mix in this atmosphere. So we believe that. Yes. Oh. Of course, because it's our tradition. My soul will more happy if I will be born like that. That's our culture. Without this thing, we can't reach to the heaven. Okay. If you have to meet God, then you will be born like that. That is the way that how we are going to meet God in heaven. After that, what do you do? I don't know. You don't know? Yeah. Dead bodies are going to heaven. Yeah. But how? How? I don't know. I can't explain. So that is our way. Oh. Maybe it's a job. Is that? Yes, this one. Okay. Thank you very much. バイバイ。Thank you. バイバイ。いや、すごい生の意見が聞けたな。なんかガイドから聞くとかじゃなくて、あのテレビとか雑誌とか本とかで見るんじゃなくて、ここの今から6時半からお祈り、あの元日がバラナシでもあったやんか。あれが始まるらしいんやけど、それの場所取りしてる学生かな、結構若かったよな、がに話を聞いたら当たり前やんって言ってた。で、あれをせんとどうやって天国行くのみたいな、逆に疑問みたいな。もう確かにな、どうやって天国行くかって考えたことあった？いや、今までない。つまり俺らのご先祖様全員天国行ってへん可能性あるんじゃん、これ。今上の方でさ、お祈りの前ちょっと時間あるから、上流の方はお金持ちが流されるって言うとったやんか。で、下流の方来てみてんけど、なんかね、聞いた話、夕方に行くのがいいって言われてて、俺ら5時とかに来てんけど、多分もう終わってるんやと思う、今日は。で、下流の最初に映した感じの、いっぱいブワーってあったやんか、あそこで多分燃やされるんやと思う。下流の方はもうあの薪を組んで明日の準備みたいなのしてたよな。バラナシでは夜でも焼いとったよな。ねえ、ずっとやってたもんね、うん。で、その隣の下の方の、なんか集合住宅みたいな、よう分からへんけどっていうところが今あって、そこに来てみた。なかなかフラフラの人が多くて背後が怖いな。インドのバラナシでもこういうところってさ、火葬場の近くやんか。で、正直あの火葬を仕事なりわいとしてる人たちって、カーストで言ったらすごい下の方の人たちやん。で、その人たちはこういう集合住宅とかその近くで住んでそういう仕事をしてる。だから日本も昔そういう汚い仕事とかしとったやん。ああいうのをここのこういう場所でしてるんやと思う。あんまりウェルカムな感じじゃない気がする。だから強引に中入ったらちょっとやられるかもしれへんから、ちょっと空気読んで優しそうなやつおったら中入れてもらおうか。ナマステー。ナマステー。ナマステー。これは何ですの？ドリンクウォーター。水道引いてんのか。あ、こっからこれで、あっこから水出てる、生活の水や。ここもあっこと一緒や、パキスタンと一緒で上に上に増築していくんやろな。で、よく見たらあのレンガ作り、あれ手作りちゃう？レンガ積み重ねて作ってる感じ。あ、本当だ。このネパールの中でもかなり貧困な地域やと思う。猿や、みんなここ通ってるけど、さっき襲っとったよな。え、もうかなりさっき見てたご遺体が燃えてきてて、で、火葬に使われる薪によっては全て遺骨にできずに燃え残ることがあるらしい。で、これは貧しくて十分な薪が買えない人の場合に起きる。で、通常の遺骨を流すまでの過程は、まず火葬が終わると遺族や近親者などが骨を拾う。で、熱い骨には牛乳と水を混ぜた液体や川の水をかけて冷やして専用の袋に収める。骨壺はないらしい。いずれにしろ骨とか灰はお墓に入ることなくて、最終的には川に流されるって。足落ちるかもしれへんって言っとった。火葬場自体はインドバラナシで行ったから同じような感じかなと思ったんで、ちょっとあのより深くその
ガイドとかそういう人とか関係ない人に話が聞けて、すごい貴重な内容の話を聞けたんじゃないかなと思いました。で、あの人に言われて逆にその天国についてすごい考えてみた。天国とは何なんやろなって。で、あの人たちは当たり前やん、だってどうやって天国行く気なんみたいな。天国に行くことまで考えてへん、今の現世でいっぱいいっぱいやでこっちはって思ってたけど、まあ、そういう考え方があるんや。なんかだから宗教で救われる人ってやっぱおったりするんやろと思うし、ただルーツが日本なんで心の底から共感できるかっていったら、やっぱりああいう風習とかこういうものとかは、そういう神聖なものに対してあまり 100% の理解はやっぱできないのはしゃあないと思うけど、違いを受け入れて知識として入れるのがすごいいいことやと思うんで、人生において。だから僕の YouTube 見てくれてる人もすごい、こういうのが知れないことだと思うんで、チャンネル登録しないとしてくださいということで、天国についてどう思った？俺はね、天国とはってどこからまず考えて、天国とは働かなくてもよくて幸せな状況が俺は天国の定義かなと思ってて、逆に働いてたとしても幸せやったらそれはもう働いててもいいと思う。天国で一番はやっぱ家族かなと俺思った。ちょっと真面目な話になるけど、やっぱ子供も生まれて家族で3人でいる時にこんな幸せってないなって日々思うねん。これが幸せの頂点なんじゃないか。もちろん悩み事もあるし不安もあるし、お金の問題だったり仕事の問題だったりもちろんいっぱいあるけど、あるふと思った瞬間、家族でいる時こんな幸せないなってめっちゃ思うんですよ。それが永遠に続くことが天国やとしたら、今この現世でやってる生活ってもう天国に近いなって。あとちょっとなんかストレスあったり頑張るなあかんことあるけど、病気もないしお腹も痛くないし怪我もしてないし家族もいるし無事で、これ以上に幸せってあるかって俺はほんまに心から思う。豪遊したいわけでもないし、スポーツカー乗りたいとかも一切思えへんし、これ以上は俺はないと思ってて、今も大事にするっていう教訓なのかなっていうふうにちょっと思いました。ほんまに今回はあの青年に気づかせてもらって感謝したいなっていうふうに思ってます。で、太一くんは天国どんな感じやと思う？いや、もうシンプルだと思ってて、ちょっと分かりやすいように、じゃあ最後謎かけで、天国とかけまして、天国とかけまして、はい、エロマッサージと解きます。エロマッサージと解く、その心は？こちらもハッピーエンディング。もう日本帰って。今日も動画を最後まで見てくれて本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントしまくってください。万平旅アパレルブランドハングオーバー、めちゃくちゃ人気で発売しております。パチンコ買ったら買ってください。万平太一が作った留学サービス、留学ファクトリー、手数料無料で案内可能です。全部概要欄に貼ってるので見てみてください。僕たちの今回 あのネパールの目的、マッドハニーを取る。落ちたらしんどい、これちゃんと、さすがにやばいな、死ぬわこれ、もう嫌だ、めっちゃチクチクしてる、すごっ。